い、皆さんこんにちは、前澤友作です。今日は東京から皆さんにお話ししております。私、現代アートとか家具とかをですね、たくさん集めておりまして、今回の回も楽しみにしておりました。今日はですね、香港 OVR の作品の数々の中から自分のお気に入り作品を紹介させてもらいたいと思います。よろしくお願いします。まずピックアップさせていただいたのが、ハウザー&ワースギャラリーのロニ・ホーンという作家さんのガラスの立体作品ですね。一見ですね、なんか液体がボックスの中に入っているように見えるんですけれども、近づいていくとですね、全部それがガラスであることに気づきます。まあ、ガラスを成形して型に入れて、まあ、溶かして作ってると思うんですけれども、ものすごい、まあ、熱が必要になるわけです。でその熱を加えて液体化したガラスをゆっくりゆっくりですね、冷やして固体にして制作してるって聞いてます。まあ、なんでものすごい熱い状態から冷やす状態になる、その過程っていうのもね、制作面白いことをされてるなっていうふうに思ってます。最近箱根のポーラ美術館で日本のポーラ美術館の展覧会をしまして、そこでも大変好評だったって聞いてますので、ロニホンさん今後さらに日本でも注目されていくのかなと思って、僕も楽しみにしてます。続いて選ばせていただいた作品は、デイビッド・ズワイナーギャラリーのですね、オスカー・ムリールのペインティング作品です。とにかくエネルギッシュな作品でして、で彼はまだ1986年生まれの作家さんなんで若いんですね。でコロンビア出身で、まあ、現地コロンビアではなんか人道支援活動もされるような、もう要はアーティスト活動をしながらそういったこともされる、非常に僕の注目している作家さんです。まあ、今回の作品、実はパンデミック以降に描かれた作品ということで、まあ、随分昔の作品から僕は応援してるんですけれども、特にこのパンデミック以降に描かれた作品の持つ何か強さに僕結構惹かれてまして、今回注目させていただきました。とても応援しています。3点目に選ばせていただいたのが、詩文閣の山口武夫さんの作品です。1952年の作品なんですけれども、まあ、見ていただけると分かる通り、全くこう古さを感じさせません。とにかくどんなお部屋にでもね、あっちゃうんですよね。なので僕ん家の自宅にも、この山口武夫さんの作品結構かけてます。この日本を代表する重鎮作家の山口さんの作品が、今回アートバーゼロ香港でこのように展示されて発表されるということに、すごく誇らしく思いますし、嬉しく思います。ご覧いただきまして皆さんありがとうございました。今回のアートバーゼロ香港オンラインビューイングルーム、大変充実しておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。以上、前澤でした。ありがとうございます。